河わさんこんにちはご覧の皆さんこんにちは通訳者の平松理恵です先日ツイッターのタイムラインを見ていたら河わさんのこんなツイートが流れてきました僕は英語を話すときある程度脳に任せるようにしていますまたは本能に任せるというか日本語という理性が介入すればするほど英語が出てきにくくなる別の言い方をすると力みすぎるとうまくいかない 自分の中の英語人に任せて話すとペラペラいきますっていう話だったんですね。うん、これもう見た瞬間私反応してしまって賛成っていう風うに言ってたんですけど、えー、そこで私があのレスポンスとして打たせていただいたのが、私も未だにそう感じることがあります。えー、私イギリスに暮らすようになって12年経つんですけれども、それでもあるんですよ。 特に日本語から英語へ、英語から日本語へ、長時間訳した後、通訳ですね。通訳した後は、英語から英語という直結の会話に突っかかることがあるんです。うん、日本語から英語とか、英語から日本語ってどちらもこう交差させてますよね。えー、その作業にずっと脳が慣れていると、長時間それを続けた後に英語だけ、 日本語だけの場合はあの考えずに出てきますからね日本語は母語なのであのいいんですけど英語ですと感覚的に話すとは言っても母語のようにはいきませんからこう直結をした時にねあの少し「うん」って詰まる時があるんですやはり、えー、でそういう時には「フラストレーションを感じます」っていうふうにあの返事をしたんですけれどそこからほどなくして河合さんが「 YouTube で動画をを使っててこの話の話補足をされてました早速ですねあの拝見させていただいたんですけれどあの特にその中でも私があこれはもう全ての英語学習者に当てはまるし重要なことだなというふうに思ったのであ,のあえて申し上げたいと思っているんですけれどちょうど6分あたりのところでね あの英語をたくさん脳に入れていくんだけれどもその入れていく英語のレベルが今理解できるレベル今理解できるレベルの英語をたくさん脳に入れていくことが大切だっていうふうにお話しされてるんです。あの本当ににこことと思うんんでですすすね多多か成長のお話も出てくるんですがあの多調するがせよ 何でもいいわけではないと思うんですね。うん、もちろん興味がある話題であるとかあ、そういうことが大切なんですが、レベルが高すぎてらた高すぎたらわからないですし、えー、脳がやっぱりつまらなくて反応しなくなる。そして低すぎても脳が反応しなくなるんですね。なので同等のものをたくさん入れていく今のレベルのもの。あとは 少しだけ高めのものとかちょっとだけ入れていくとかあそれもこうステップバイステップでやっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。なのでまずは今ドンピシャでで理解できるレベルの英語をを探してて、えー、それれどどんどん入いいくっていうことう、ね、このレベルを判断するっていうのは難しいかもしれないんですが英語の学習なのであれば。 教材を見てもこれがこう中級程度とかあの星の数とかで出てますよねあ,のある程度それが、うん、目安になるんじゃないかなと思ったりします。So I'm going to try and switch into English now.I've been speaking Japanese for about 4 you know, minutes now and so basically I speak English every day but as I said after hours of Working of interpreting, meaning interpreting from J uh, Japanese into English or vice versa, that um, I struggle sometimes to converse smoothly and freely only in English. And uh, what helps me is that if I get, say, five, ten minutes to myself, um, I start up an app and then listen to a few English sentences, then try to reproduce it. But when I do reproduce it, I give myself an objective. Of course, the first and foremost rule really is not to omit or add, and also not to distort. But I'm not interpreting or translating that sentence, so I don't really have to think too much about the the third one, but not to omit, meaning not to miss out any articles or plural s's, for example, and then not to add, say, for instance, the one of the okay words in this particular sentence might not have the article, but I might add it without thinking, but not to do it and also there's a Gordon rule for me is not to use the textbook as in t to have text in front of you. I simply just use my ears, concentrate on the uh, audio information, listen to it, and try to basically uh, dissect everything so i can uh, reproduce i'm not thinking this way in terms of this I, I do it because you have to do everything i have just described in split second so basically you do it you just get used to it but not to miss out the small things and reproduce the way it's been said if it's an emotional speech, then you say it emotionally with the same amount of emotion. If it's not so emotional, and then you don't want to be um, more emotional than the original. えー、これもスピードをちょっと変えたりとかそういうアプリあるのでね、あのやると結構いいです最初はスピードが1.0なので100%のスピードだとスルスルできなかったりするんですねそうすると失敗経験の方が増えていってしまうのでフラストレーションの方が溜まってやりたくなくなってしまうじゃないですか私の場合はそうなので0.9だから90%とか うん、それより下げることは難しあのないかなあんまり0.8とかまで下げることはあまりないんですけれどよほどあの早口でまたあのスラーがかかっていて聞き取りにくかったとかそういう素材であれば0.8もありかと思うんですけれど0.9とかに1回下げて2回ぐらい23回しっかり全部漏らさずに言えるようになったら。 オリジナルのスピードにして言うようにしてますね、うん、こんな感じでしょうかで私実はですねこの一年三ヶ月ぐらいになるんですけれどポッドキャストの番組がありますアメリカ英語とイギリス英語について比べていたりとかそれ以外の英語を学習に 関すするお話話とかあの結構軽い感じで話してます通訳とか翻訳についても話してます。というのはあのレギュラーゲストがランサム・ハナさんというアメリカと日本を拠点にあの活躍してらっしゃる翻訳者の方なので、えー、この番組がですね「ロンドン初英語よもやま話」という名前です。えー、itunes はもちろんののことあの Google ポッドキャストとか Spotify でも検索していただくとこれあの番組が見つけられると思いますのでぜひあの気軽な感じで聞いていただいてそしてあのこんな話題を取り上げてほしいとかご相談質問などありましたらあのどんどん取り上げていきたいと思いますのでぜひぜひあのご連絡ください。あのそうこのの河合さんのお話もね うん、この英語能っていうのかな英語人と日本語人日本人が共存しているアプローチですねについてまたあの先のエピソードの中でお話しさせていただきたいと思いますそれではまた Thank you everyone for tuning in and、uh, see you down the road